こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、不動産賃貸人の地位の移転、民法605条の2の内容を解説いたします。まあ、よく試験でも出題される部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。まず条文なんですけれども、不動産賃貸借が対抗力を備えた場合、その不動産が譲渡された時は、賃貸人の地位は譲り受け人に移転する、このように規定されているんですね。で、まずちょっと状況を見ていこうと思うんですけども、まず A さんが、まあ、建物を所有していて、その建物を B さんに貸しました。賃貸しました。まあ、このような具体例を考えます。で、建物を貸して、で、B さんが建物の引き渡しを受けた。で、その後 A さんはこの建物を C さんに売却した。まあ、こういった具体例ですね。で、まず、不動産賃貸借が対抗力を備えた場合って書いてあるんですけども、これどういうことを言ってるかっていうと、今回の事例では、建物の賃貸借なので、建物の賃貸借において、賃借人が対抗力を備える場合、どういった場合かっていうと、建物の引き渡しを受けていた場合ですよね。まあもちろん、この建物について賃借権の登記を受ければ、これももちろん対抗力を備えるんですけども、まあ、現実的には、建物の賃貸借において賃借権の登記をするってあまりないんですよね。まあ、引き渡しを受けるだけが多いです。こっちの場合の方が多いんですね。で、まあ、B さんが建物の引き渡しを受けたと。まあ、そういう状況ですね。で、この不動産、いわゆる建物ですね。建物が譲渡された。これ、まあ、譲渡って、まあ、贈与でもいいんですけども、まあ、売却が一番多いかなと思います。A さんが C さんに売却した。まあ、つまり、元々の所有者は A さんだったって話なんですね。で、A さんは元々の所有者であり、また賃貸人、貸主でもあった。で、その状況で建物は貸してるんだけども、まあ、貸した状況で建物を C さんに売却したという状況です。これ一般的には、まあ、オーナーチェンジって言うんですよ。まあ、オーナーが変わるわけですよね。 B さんからすると元々のオーナーは A さん、それが C さんに売却することによってオーナーが A さんから C さんに変わるので、オーナーチェンジという言い方をします。で、この場合賃貸人の地位は譲り受け人に移転するということなので、 C さんが新しい賃貸人、新賃貸人になるんだと、まあ、いう話です。で、この場合 C さんが B さんに対して、私が新しい賃貸人だよというふうに主張するためにはどうしなきゃいけないのかというと、所有権の移転登記を備えなければいけません。つまりこの建物について A さんから C さんへの所有権移転登記を受ければ C さんは B さんに対して、私が新しい賃貸人だから、貸主だから、これからは私に賃料払ってねっていうふうに主張することができるんですね。 C は B さんに対して、これからは C さん、私に賃料を払ってくださいねって主張することができる。これつまり C は B に対して対抗することができるということです。ここまで OK でしょうか。で、続いて AB 間でこれ賃貸借契約を結んでいたわけですよね、もともと。なので、まあ一般的には B さんは A さんに対して敷金というものをはじめに預けてるわけですよね。で、預けた状況でオーナーが C さんに変わった、貸主が C さんに変わった場合、その敷金ってどうなるのか。つまり敷金の返還債務は A さんが負うのか C さんが負うのか、どちらなのかというと、これは C さんが敷金返還債務を負います。つまり B さんがこの建物を引き渡した、明け渡した後、誰に対して敷金返還請求をするかというと、 B さんは C さんに対して敷金返してと請求することができると、まあ、いう話なんですね。で、通常ですね、もう AC 間のこの売買契約の時に敷金というものを A さんから C さんにもうそのまま渡す場合が多いんですよ。預かっている敷金を C さんに渡すってことですね。で、もし渡してもらっていなかったとしても、敷金返還債務っていうものは C さんが負いますので、最終的には C さんは B さんに返還しなきゃいけないよという話です。まあ、もちろんこの建物にいろいろ損害があったと、賃借人 B さんが故意過失によって損害を与えていたというのであれば、まあ、その分は敷金から差し引くことできますけども、そういったものがなければ
C さんはそのまま B さんに返還しなければいけないと、まあ、いう話です。まあ、今回お話した内容、まあ、すごく重要な内容です。まあ、オーナーチェンジについては別に、試験で出てこないのでいいんですけども、まあ、そういうふうに言うんだ、一般的にはそういうふうに言うんだってことを、まあ、頭の片隅にでも置いておくと、まあ、これから不動産投資する方はもしかしたらいるかもしれないんですけども、イメージしやすいんじゃないのかなと思います。まあ、試験では出てこないのでそこまで覚えなくてもいいんですけども、まあ、内容ですね、ここに書いてある内容は、ね、全て重要なので全て頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。